事務所に拓也の弟は結婚の挨拶に行っちゃって振られて腐ってる拓也は俺と俺の彼女と彼女の彼氏との間に挟まれているって話かな。細かいことは俺に聞くな。前回の話見ろ。右上クリックすれば見れるから。じゃあ第6話楽しんでくれよな。第6話とどまることないパニック。ご挨拶かなり遅れて申し訳ございませんでした。私緑山東賀と申します。妹様とお付き合いさせていただいていたのですが、この度もしお兄様のお許しを得られたならば妹様と結婚させていただきたいと思い今日挨拶に参上いたしました。お、え？え？どっちがお兄さん？どっちも違う。え？助けてください！助けてー！うるせえ！おー！何が起きてんの？お兄ちゃんの仕業だ。え？お兄ちゃんが何かやってる。ドッキリだ。お兄ちゃん、いるんでしょ？出てきて。どういうこと？お兄ちゃんに頼まれたんでしょ？え？もういいですよ。どうせ東野のこと調べようとか思ったんでしょ？そういうことか。はい、翔太さん、お兄さんに頼まれました。やっぱり。翔太さん大丈夫なんですか？任せろ。お兄ちゃんを出して。お兄さんは金庫に隠れている。え？お兄さんは金庫に隠れている。金庫はどこでしょうか？金庫？金庫なんてないよ。お兄ちゃんはお金は財布に入れるか銀行に預けてるから。え？もしかして謎解きですか？え？お兄さんは金庫に隠れている。金庫とは何かの比喩ですね。絶対そうだ。お兄ちゃんそういうのやりそう。彼は？お兄ちゃんが最近雇った人。金庫とはお金を預けるところ。多分ひろきさんのお金を預かっているだろう。彼が金庫。どう？この推理悪くない。それで？その彼がひろきさんの居場所を知ってるんじゃないかな。どうですか？絶対そうだ。あれ、何やってんの？だからロープ。もうすぐ10分だね。あいつと俺どっちがかっこいい？顔か？顔だよ。言いにくいが。分かった、やめろ。だとすると一緒に住んでることか。あいつに勝てるところは。大丈夫だよ絶対。ミノル君の元に戻ってくるよ。大丈夫だよ絶対。ミノル君の元に戻ってくるよ。聞こえてますよ。あ、ごめん。ごめんな、俺がここ待ち合わせ場所にしちゃったばっかりに。いや、俺が遊ぼうって誘ったから。なんか未だに信じられないよ。まさか悦子か。俺たちラブラブだから二股かけてたなんて。俺一緒に暮らしてんのに何にも気づかなかった。何にも気づかなかった。バカか俺は。大丈夫？そういうもんだよ。俺も振られるまで何もわからなかったから。いや申し訳ないが、縁起が悪いからお前が振られた話は今しないでもらっていいか。すまん。いや、お前のことを元気づけようと。なあ、どうやってたんだと思う？俺が仕事の時はあいつも仕事してたんだって。シフトだってちゃんと合わせて。落ち着けよ。見に行ったことあるんだよ。外回りの時にあいつが仕事してるパン屋に絶対見に来ないでって言うからなんか怪しいなと思って。でも見に行ったらあいつ仕事してたんだよ。ちゃんと店長みたいなおじさんと働いてたよ。
声でけえ。お前のせいだろ。おめえらなんだよ。分かってるや。どうだった？どうだったとか聞かないでくださいよ。いや、気になるじゃないか。あいつは俺と一緒になるよ。そこは分かんないじゃないですか。分かるよ。おめえは人のこと愛したことあんのかよ。俺はあいつのために生きてんだ。俺の人生は今日まであいつのために用意された武器なんだよ。そうか。どういう意味ですか？どういう意味だっていいんだ。てめえには関係ねえんだから。ミノルくんとエツコちゃんが一緒にいた時間の方が君といた時間よりもずっと長いんだよ。んなことないっすよ。昼は俺とずっといたんで。でもエツコちゃん昼仕事してたんだろ？夜仕事してたんすよ。夜はミノルくんと一緒だったんだよ。昼はパン屋で仕事してたんだ。されたな。え？あいつ双子なんですよ。え？双子？パン屋で働いてたのが双子の姉の京子。なんて女だ。おっ、俺に乗る。次回の見どころは強盗に撃たれたり三角関係に終止符が撃たれたり、こんな